こんにちは。チャンネルアジア救い守り作る担当の荒木和弘です。今日はゲストとして、駒澤大学法学部教授の清滝仁さんにおいでいただいています。よろしくお願いします。清滝です。よろしくお願いします。はい。で、お話に入る前にちょっと宣伝です。私の書いたこれ小説としては2作目なんですけども、この希望作戦発動北朝鮮拉致被害者を救出せよという本が出ております。これオンデマンドなので一般の書店ではですね、三省堂以外は販売しません。アマゾンとか三省堂とか楽天のブックストア、インターネットの書店でお買い求めください。あと Kindle 版も出てますので、そちらもどちらかご覧いただければ幸いです。ということで、宣伝は以上なんですが、清滝さんは私と確か当、ね、年が違うんですかね、昭和41年ですよね。そうです。はい。で、実は民社党のことに関してですね、非常に熱心に研究をされていると。で、年齢から言うと民社党の解党の平成6年の時は、いくつになるんだ、もう社会人ですね。はい、そうですね、25ぐらい、農水省におられたと。いや、もう辞めてました。もう辞めたときですか。はい、あ、そうですか。はい。元農水省のキャリア官僚で、辞めてから今度は学会に来られたというちょっと珍しい、タイプの方なんですけども、まずこの民社党に関心持ったきっかけというのは何だったんでしょう。これかなり新しい時でありまして、そうですね、大学時代とかは民社党にあんまりいいイメージなかったですね。社会人になってもそんなにという感じだったんですけど、亡くなってからむしろ関心を持ったということでありまして、河合英二郎という思想家につきましてですね、本を書いたわけですけれども、その関係でですね、民社党のもう亡くなってましたけれども、シンクタンクであります政策研究フォーラムに誘われて、そこに入ってからですね、民社党に興味を持ちまして、研究を始めたわけであります。もともと西洋の政治思想史ということで、民社党とはあまり関係なかったんですけれども、今かなり、見ているということでありまして、なんか面白い政党でありまして、ある時はそんなにこう人気があるわけじゃなかったんですけど、亡くなってからみんな良かったなとかなんとかそういうようなことでありまして、私も大学の時北九州出身でですね、北九州って民社党強いところですけれども、あんまりいいイメージなかったわけですけれども、亡くなってからいい政党だったというような感じがしています。はい、本当にね、私たちも今頃になってから民社党があればなんて、言ってくれる人がいて、そう言われると、末端とは言いながら潰してしまった一人としては非常になんか情けないというか申し訳ないというね、そういう気持ちを感じることがよくあります。はい。で、今、特にその、今日はこのタイトルは理というタイトルですね。はい。これやはりちょっと理詰めの理ということで、それがある意味で言うと民社党の良さでもあり、そして伸びなかった理由でもあるんじゃないかと言われるんですよね。これ民社党を表す字としてどれがいいのかなというふうにいろいろ考えたんですけれども、理という言葉、情と理というふうに2つ比べてみたらいいのかなと思いまして、情というのは感情とか人情とか、そういうものですけれども、理というのはこの場合は論理とか道理とか、そういったものでありまして、民社党というのはなんか評論家政党とかなんとか言われたようでありますけれども、理という言葉がふさわしいのかなというふうに思いました。ちょうどね、前にこの救い守る理作るの時間で出ていただいた、私の同僚でもある丹羽文雄拓大教授の、大野万木研究なんか考えるとね、大野万木の人は本当にもうこの全く真逆の情の人ですよね。それから比べると民社党って確かにちょっと冷たいとかいうような感じは持たれたのかなという気はしますよね。だからこの理というのも官僚みたいな理屈ばっかりなんか言うような理とか言うわけでなくて、例えば民社党で有名な方で春日一光さんという方おられますけれども、あの方は豪快な政治家ということで、メダルかじった市長の親分だった方ですけれども豪快な方なんですけれども、演説見たら本当理路整然に語るという
ということでありまして、うんうん、まあ、本当にこう冷たいとかそういう理ではないんですけれども、うん、まあ、道理とか論理とか、まあ、そういったものを語るというようなのが言えるんじゃないかなというふうに思いました、うんうん、そうですね。だからまあそれに合わないものはちょっと許しておけないみたいなところはね、うんうん、ちょっとあったかなと、まあ民社党でもまあ、ちょっとディープになっちゃいますけど旧日露系社民系というね、うん、流れがちょっとありまして、まあ、日露系のはどっちかというとこう情の感じね、うん、社民系というのは今の社民党と全く関係ないです。全く関係ないですけどもの系統というのはやっぱりこうちょっと本当にまあそこのまさに理ですよね。西尾さんとかその辺も、そうですね、はい、まあ、これ日本政治史的に見ると面白いのはどっちだっていうと今名前が出た西尾末広初代委員長とかね、そういうどっちかというと叩き上げの人のはこの D で、うん、でね、学卒のねどっちかというとこう学歴の高い人の方が日露系だったということでちょっと不思議な感じはね、はい、しますけどね、うん、まあそれはある意味で言うとやっぱりこう現実に根ざした D だったっていうことなのかなという感じもしますね、うん、今特にこの、まあ、旧民社の流れについて一番関心持っているのはどこら辺になります？まあ、これですね、なんか面白い現象がありまして、まあ、民社党というのはまあ政策本位ということを強調していたわけですけれども、民社党というのは知識人というのが集まってたというのがあるんですけれども、まあ、これがだから私の入っている政策研究フォーラムもその流れになるわけですけれども、その民社党系の知識人というのは実はですね、日本の保守言論を支えているようなところが、まあ、ありまして、猪木正道先生、関義彦先生、あと田久保先生や亡くなられたロシア研究の木村先生など、まあ、そういう先生、産経新聞の、まあ、正論欄に書かれたような方がですね、まあ、実はだから民社党の流れを組むということでありまして、まあ、これ本当に面白いことにですね、保守論壇というのを、まあ、社会主義を唱えたそういった人たちが支えるという、まあ、面白い構造でありまして、まあ、あとですね、まあ、この言論人なんですけれども、これ戦後知識人と言われる方がですね、まあ、岩波書店のまあ世界とかに集まった方ですね、なんか難しい言葉で、まあ、抽象的な概念で政治を語ってるんですけれども、まあ、民社党知識人というのは今でもだから読めるような分かりやすい読みやすい言葉を使ってですね、まあ、それで、こう世間のことを語っている、政治のことを語っているということで、あとですね、法則とか理論とかそんなものを使わずに人間というものをだから強調しているということに興味を持っています。まあ、清滝さんもねとても関心を持っている中村紀行、うん、まあ、かつての今の政策研究フォーラム、うん、まあ、旧民主社会主義研究会議の、まあ、中心的な一人で、あった人ですけども、まあ、私の恩師であり、まあ、この私がまあ大学の授業の時にもずいぶんずいぶん言われたのは、うん、ともかく政治というのは理屈じゃ、うん、割り切れないんだということで、まあ、最後まで、ね、先生は本当にこうそういう人間の本性と、まあ、政治の関わりみたいなことを、ね、ずっと研究もうこうやってましたね、うん。だから同じマルクス社会主義政党でも社会党の場合はマルクスの理論などでこう現状分析してましたけれども、まあ、民社系というのは人間見ながらこう現実にあったようなものをですね模索するというようなことでありまして、まあ、私が大学生の頃民社党を見てた時はそれ気づかなかったんですけれども、まあ、今になって気づく。まあ、その原因としてはかなり、なんていうか日本の言論というのがかなり今から見るとかなり左に寄ってたからかなというふうに思うんですけれども、どうですか？そうですよね。だから、まあ、だからこそ、まあ、逆にある部分は目立った、うん、まあ、その玄人受けなんですけどね、うん、目立った部分はあったのかなという感じはしますよね、うんうん。まあ、そういうさっきね、その産経新聞の正論のね、執筆陣の話でふと思い出したんだけども、私 の、まあ、中村紀行先生が大学3年の時亡くなって、まあ、その紀行先生の弟子だった中村克則先生に、まあ、我々ゼミを引き受けてもらったんだけども、その中村克則先生がね、いつ学生の時だったか、もっと後だったか忘れちゃったけど、
あの正論の執筆人に、ねはい、なった時にものすごい喜んでて、うん、私はもうこのね正論の執筆人になることが夢だったんだという方をね、うん言っておられたのを今でもちょっとねあのふと思い出しました、うん、今だからそういう意味で言うとあのある意味こう社会統計のその学者っていうのはもうそこの範囲のね、うん、あのそこの市場の中でしかね、はい、生活できなかった人たちが多かったような気がするんですけども、まあ旧民社系の人っていうのはそういう意味で言うともっとこう幅が広い、はい、まあだからこそその保守の中にも受け入れられたっていうことなのかなっていう感じしますよね、うん、で今あのいろいろね、政治家民社系の政治家のことについても書かれたりしてますけども、はい、どうでしょう、一番好きな人、関心のある人、面白い人って例えばか、まあ、いろんな方がいるなと思いました。本当にあの、うん、東大出てそして外交官になって、うん、そしてあの、まあ、なんというかあの東急の娘の子になりました、うんはいはいまあ、曽根先生とかもいれば、またあの小学校しか出てない方で、うんまあ、本当労働組合の叩き上げで、まあ、活動してるんですけれども、まあ、その方も非常にだから、まあ、なんというかあの非常にあの政策に通じてるとか、まあ、いろんな方がいるなというふうに、まあ、思いまして、まあ、今の中政治家と比べてもですね、非常に多彩、多種多彩な方がおられるなと思いました。ああそうですね、確かにね、うん、あのまあ若かったからかもしれないけども、あの当時本当見てても、うん、あの脇役のね、うんはい、あの人がねやっぱりすごかったですよね、一人一人ねそれぞれの専門やなんかについてはね、うんまあ、だからあの今から考えても、まあ、いいところに自分はいたもんだなというのはね、ちょっと非常に思ってます。まあ、今よく、さっきも話出ましたけども、まあ、今民社党があればっていうような、言葉があればいいんですけども、うん、これからちょっと民社党に関心を持ってもらう人たちのために、ちょっと一言を言っていただきます。まあ、過去のですね、まあ、書かれたものというのをもう一回見返してみればですね、まあ、今とほとんどだからこれ通じるなというようなことを言ってるわけでありまして、あの防衛政策とか、まあ、福祉国家論とかあと行政改革とか、まあ、そういう問題なんですけれども、まあ、あの今の野党言っては悪いんですけれども、野党よりも現実的なことをなんか言ってるなという感じがしますけれども、うんどうでしょうか、その党におられた時と比べまして今の、うん、そうですね、まあ、今のね私も政治家の離れちゃってもう随分経つんで、うん外から見てるだけだから、はいまあ いるいる人たちはいる人たちなりに苦労はしてるんでしょうけども、うんうん、やっぱりもうちょっとどうにかならないかなというね、結果的に今野党のやり方が自民党を、うんまあ、利してるんじゃないかなっていうね、はい、なんかそんな感じはしますよね、ということで、まあ、時間がもう来てしまいましたけども、まあということでまたぜひ皆さんも民社党にですね、もうすでに回答してから何年経つんだ、97年に回答してからもう三世紀以上ですね、27年か立っている政党なんですけども、関心をちょっと持っていただければ、現代の政治のことが少し分かるんではないかなと思います。前半、三里の話をお願いをいたしました。ありがとうございました。